4月24日、前日の台東区長選挙で3期目の当選を果たした服部幸夫区長が職員に迎えられ台東区役所に初登庁しました。台東区の観光ポスターはお帰りなさいです。私もそれに応えまして、ただいま帰りました服部幸夫でございます。台東区は江戸からつなぐ歴史と文化、そして新たな活力で未来を開く、どうぞこれから引き続きまして職員の皆様と一体となって区政運営に努めてまいりたい、そのように思いますので、よろしくお願いを申し上げます。本日は誠にありがとうございます。続いて当選証書付与式が行われました。あなたは令和5年4月23日の台東区長選挙において当選されました。よってここに当選証書を付与し、これを証します。令和5年4月24日おめでとうございます。ありがとうございます。